それでは皆様、定刻になりましたので、ただいまより林康夫当店五条坂より記念講演会を開催させていただきます。私は今度司会進行を務めさせていただきます京都陶磁器会館学芸員の下村一馬と申します。よろしくお願いいたします。会場に先立ちまして、皆様にお願いがございます。当然のことなんですけれども、携帯電話ですとかスマートフォン、あとは携帯のアラームですね、音が鳴るものはマナーモードにしていただいた電源をお切りになって、大変の妨げにならないように、よろしくお願いいたします。また、撮影に関してなんですけれども、今回許可のない、撮影ですとかちょっとご遠慮いただいておりますので、ご協力をお願いいたします。またスタッフの方がですね、映像とカメラの方でちょっと撮影をさせていただきますことをご了承お願いいたします。とですね、ちょっと公演の中で前半の方、戦後の後の五条坂の辺りの様子などをお話しいただくんですけれども、そのお話しいただくときと今と様子が変わってまして、今そこに全く別の方がお住まいになっているという場合もありますので、その辺り見ていただくことは結構なんですけれども、ご不要意に写真を撮ったりとか、そういうことがないようにだけ一つご注意お願いします。それではちょっとタイムテーブルを説明させていただきます。この後林先生講師のご紹介させていただきまして、50分ほど前半の講義がございます。その後10分ほど休憩を挟みまして、また後半の講義、その後質疑応答で16時終演の予定でございます。それでは講師の林先生のご紹介をさせていただきます。講師の林康夫先生です。どうも、ただいまご紹介に預かりました林です。よろしくお願いします。少し私の方からプロフィールを説明させていただきます。林康夫先生はですね、1928年京都にお生まれになりまして、1940年京都市立美術工芸学校の絵画科に日本画科を目指して入学されます。そして1943年に海軍の方に入隊されまして、それで終戦後復員されて京都市立美術専門学校の絵画科に編入学されます。翌年は46年に京都市立美術専門学校を中退されまして、46年より陶芸のうちにお進みになられました。で、1947年には前衛の陶芸団体であります志向会の立ち上げに参加されまして、活動を続けてこられました。また1950年にはパリのチェルノスキー美術館において開催されました現代日本陶芸展でオブジェを発表されて、世界的に高い評価を受けられております。その後もですね、1972年のファインザ国際陶芸コンペティション、73年のカルガリー国際陶芸展、74年のバロリス国際陶芸ビエンナーレと数々の国際コンクールでグランプリを取っておられます。1973年には国際アカデミー会員になられまして、ちょうど去年名誉会員に就任されました。それではここで林先生にマイクを渡して前半の講義に入っていこうと思います。はい、では林先生、はい、よろしくお願いいたします。すみません、よろしく。はい、これからそれではお話をさせてもらいますが、本日はこんなにたくさんお越しいただきましてありがとうございました。また今回はこの五条坂からというその展覧会の企画を企画をしていただいた京都陶磁器会館に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。そして座らせてもらいます。私はこの五条坂で、仕事を、始めたんですが、生まれは邪馬台なんですね。で、東山のトンネルの上で生まれましてね。それで戦争が激しくなった昭和18年頃に鉄道線路が増設された時にね、
土地、家ともに全部没収されて、今はもうあの何もありません、レールが通っているだけですかね。それでね、私の、親がその陶芸に関わっているということは、もうずっと当初は全然分かりませんでしたね。それで、あの東山の周辺を親はあの3回か4回ぐらい転居してるんですね。それで一番最後が、あの深草の、あの船堀神社の、すぐ隣の方でね、そこに移ってから私はあの小学校1年生からずっと終戦まで家、実家がそこにあったんですが、それであの小学校の、何年生ぐらいかね、親の仕事がね全然分からないんですよ。とにかくね、朝ね、きちんとね、セーブル着てね、あの帽子かぶってね、靴はピカピカ磨いてね、出ていくわけですが、そうするとそのどこ会社に勤めているのか、なんかそういう方の仕事かなと思っていたんですが、5年生、小学校の5年生の時にちょっとしたことでね、あの親の仕事はね、陶磁器作ってるってことが分かったんですよ。きれい、陶磁器、どうしようね、こんなんが好きやねんなと思ってね、その頃あの家の壁にはあの義経のね、武者なんかがね、よう貼ってあったんですよ。それからもう小学校の頃からね、1年生に入った頃からもう絵描きになりたいと思ったんですよね。不思議に絵描きで、日本画の絵描きになりたいということでね、そして、常日頃そんな思いがありますのでね、あの1年生がね、2学期の初め終わりかな、あの教室の整理掃除をしてね、で自分のテーブルの上にあの水たまりがちょっと残ってました。でそれでもってね、指でね、こうなんか一生懸命こう書いてたんです。で初めは先生の顔見ながら書いてたんですけど、だんだんこの字の方面白くなって、もう机の方ばかり見てたら、おいここのそこのってわけでね、その頃女性のね、年配の先生でね、あのかわいい顔した綺麗な先生やったんですけどね、もう長いムチも竹のムチでね、バシーッと教団叩いてね、そんなことこっち見て話聞きなさいなんて言われてね、まあきつぼくられたことがあるんですが、いまだにそれはもう忘れることができませんで、ね、それでまあ3年生の時の先生がね、これはね非常にあの絵の好きな先生でね、でいつもその校外学校の外へね連れて行ってば写生をさせてくれた先生なんです。でその先生とは後にまた縁ができたんですけどね、でその先生はね、田村地区での中に持ってあってね、こんなの知ってる人ですかと思ったんですが、で私はね、5年生の時にそうなっちゃうんですけど、そしてあの6年小学校5、6年になるとね、親がね、五条坂へね、仕事の場をね、店に読んだんですよ。それまで私は親の仕事は五条坂にあるということなんか全然知らなかったんですからね。それで、ね、行ったらね、今で言うとね、あの昔のね、六名山の窯なんですが、ね、それがね、八幡山のあそこのね、八幡山の前をずっと南へ入る筋の入ってすぐにね、地下へ入っていく道があったんだけど、階段がね、でこんなね、穴村のみたいなところにね、何があるんかしらと思ったらね、そこにね、登り窯があるんですね。それでその登り窯に近づくまでの間にね、その松のクッパがね、もう陸層となくね、敷かれているんですが、敷かれているというよりも撤去しないんですかね。だからね、歩いていったらね、もうふわ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 してね、でジメジメしてね、湿気臭いしね、それからそこの山から降りてくるね、川筋にね、タヌキが結構おるんですが、それでね、臭くてね、焼き物屋でこんなところでするのかもね、もう余計嫌だったんですそれでも日本画はもうとにかく日本画の絵描きになるしかないっていうんで一生懸命やって、それでそれを美術工芸学校のね、絵画館にまあすっとこう入ったんですけど、そしてね、その頃美術学校にはね、いわゆるその日本画のね、偉い先生のね、その子息がね、結構来てるんですよ。で私のクラスは25、6年のうちね、6人ね、いわゆるその偉い
先生の息子が来てるんですよ。森氏名の息子とかね、川上節理の息子とかね、大山信仰とかね、そのみんなおいる。そしてその他にね、同居生の海馬松尾像とかね、中野照の広彦とかね、そしてその後でその創芸、創学会かな、で活躍する西村正次郎とかがいましてね、それでまあ結構そのうまい人がおるもんですからね、勉強になりましたね、すごく勉強になりました。そしてまあいわゆるその、まあ、切磋琢磨というんでしょうか、なんかまあとにかく負けようがいって、ね、みんなが、でもね、不思議にね、6、7人ね、うまい人間がね、こう集まるんですな、不自然にね、なんかこう仲良くなっていくんですよ。そしたら1年生の時はね、中野博彦がね、グランプリでね、で、あと誰でしたか、お前らは知りませんでしたけどね、ものすごいうまいね、巴鴨の絵描いてるんですよ。これうまいやつがあるなと思ってね、そして私もね、じゃあいや一生懸命やろうと思って、それで1年の秋に、まあ、今あそこに出してます、浮かきの絵をね、テーマで描かされていくときに、描きの絵がどうして描くかってね、絵の具がなかなかね、色にならないんですよね。ですね、どうしたらいいかと思ってね、それ何色か作った中の一つをね、直に描きにこう塗ったんですよ。で塗ってね、こっち見てこっち見たらね、どこへ塗ったか分からへんのですよ、絵の具がね。で、他の絵の具はこうやっぱり塗った跡が分かるんで、塗って腰にある違う色だから。だから全然わからない色が この色でやれんだって言ってやったのが、まあ、ああいうことになったわけですが、それで2年生がね、まあ、調子よくこう駆けていくようになりましてね、それで2年生のそこで相当 秋から、まあ、今ちょっと手元にいなくなったんですけどね、コスモスのね、絵が1点あるんです。それはね、今の作品より点が良かったんですよね、うん、それでそれでほうとしてたら、あの大東亜戦争が始まるんですよ、12月8日でね。で1時間目は数学の時間でしたけどね、まあその授業にならないんですよね、もう動揺してるかなんかわけがわからんような雰囲気でね、えらいことになったろって言うてね、みんなね、どうなることやらという心配で、まあ、いっぱいでした。それがまあ2年生の、じゃあ次はその卒業、就業交友会政策を書かなきゃいかんのですしね、じゃあ次は何を書こうかと思ってね、寒いその3学期にね、動物園にその写生に行くんですよ。そしたらね、あんまりね、動いてる作品、その動物やら、鳥やらがね、書きにくいんでね、じーっと溜まってるね、任務の字、一字みたいなね、鳥がね、目についてね、鳥を描こう、これは絶対動かんのですよ。もう表出たら出たら、きり半日以上ずっとしてるんでね、あ、これにしようって言ってね、それを毎週決め、写生したんでね。で、大体その美術学校の1年、2年は、写生が目的なんです。で、一切その写生以外のやり方を変えたら、もうやりに縛られるんですけどね。それでその2年生はもう必ずきちんとその写生を、まあ、大判に書いて、まあ、提出しました。そうしたらね、この頃のね、アスリートの人が言うようにね、一番色のいいメダルみたいなね、一番いい色になったんですよ。それで、親にね、報告してもね、うちの親がね、変わってましてね、金賞をもらってるのにね、うん、それだけで、何にもやねん、はぁ、それだけですね、へぇ、と思ったんですけど、いや、こういうもんやかなと思ってね、そして2年はそういう調子でね、調子よくて、3年にこう、なったんですよ。そうしたらね、3年生ね、いろいろ、その本格的なその絵の描き方に入っていくわけですけどね、それでこっちはまあかなりこうハイな気分で入っていくときにね、ある日ね、家に帰ったらね、親がね、陸軍のね、幼年学校のね、願書をもらってきたんですね。で、お前これが受けって言うんですよ。ね、陸軍の将校になる方がね、もうええっていうふうに親が考えてきたんです。というのは、どうもね、その頃は私はよく分からなかったけど、あとでもう
もうその焼き物の商売が先行きのことが良くないということを僕は感じたんでしょうかな、戦争が始まってね、うん、それでその時代の花形版も陸軍の将校がやつなことでこれを聞いてるんですよ。ところがね、美術学校のね、授業の内容がね、そんなもんね、適するようなね、授業内容がないんですよ。1週間のうちね、半分しか授業ないですね。進学向けの授業、英語、数学、国語だったことね。ほんで一番最初はね、英語はね、週に2時間あったのがね、2年生かね、3年生はね、週1時間になっていくんです。ほんで、軍事教練とかいう時間があってね、それであとの半分が実習ですから、だからその陸軍幼年学校なんて、いわゆるその学力なんて当時やらへんと思うんですよね。はあ、それから、いや、そんなもんとでもないから、やめてこうって言ってね。そしてもう一つ理由はね、まずね、私は小学校の頃から小さい時から見てるその船森神社の東側にね、歩兵第9連隊というね、京都師団のもう主演、その一番小集団の部隊がそこにあるんですよ。でそこからね、歩兵の兵隊さんがね、朝から出てきて、その船森神社の境内でね、いろんな訓練するんですよね。そんな見てたらね、到底ね、こんな人にきついし、だ陸軍なんてもう生きとれなんて言ったのに、そんな思ってる光景さ結構思ったんですよ。それでまあそれがもうとにかくこっち置いとこうってスルーして、そしたら3年になってね、1学期の中頃にね、そのね、美術学校にね、グライダーも作れっていう話が出てくるんですよ、市の方からね。もうそしてそのね、グライダー部を作って、その13歳の後ろの少年にその対空間を経験させて、その飛行兵を養成のためのアプローチをかけてきてるみたいな感じなんですね。それで後でよく考えてみたら、ちょうどその頃にミッドウェーで日本の海軍が大半第三の惨敗でね、もうほとんど壊滅状態になったと。でそれで慌てて北東乗員養成の段取りをしているみたいな感じでした。それで結局それに乗せられて、私は4年の10月1日に、海軍の講習志望役が練習生に、行くことになりましたね。そとついこの間まで横山大観とかね、なんかそういう日本の人の竹内製法がどうだろうこうだろういう話をしてたのが、もう全然違う勉強をするわけですよ。飛行機はなぜ飛ぶか、ね、飛行機の翼型はどういうふうになってるか、それからその何て言うんですか、エンジンのね、構造をいろいろこう予備学生の注意ぐらいの人がね講義するんですけど、まあ、全然ね、初めのことはね、ちょっと分かりにくかったんですけどね、まあ、ややって、なんか分かるようになったんですが、まあ、そういう授業、それからの、あれです、気象の問題ね、気象学で、これはまあ、大事だと言って、かなり厳しかった。それから、今は流行りませんけど、モールス信号というのがありましたね。で、モールス信号の訓練というのがね、ものすごかったんですよ。もうね、食事をね、釣ってね、食事で釣るようにして覚えさせたんですよ。で、その覚えの悪いのをね、食事が焦るぐらいのことがありました。だからもう、食に釣られて何もかもがね、一生懸命で覚えならないような時代がありました。それがまあ、予科練で、予科練というのは、飛行術練習生の予科ですから、その飛行機は一切なくて、勉強と体育だけでしたね。それでその呼ばれんを卒業するには、釣りどこというのがですね、ハンモックで出ますから、海軍はハンモックでしたから、ね、ハンモックを下ろすのを釣りどこ下ろしということで、その釣りどこ下ろしの訓練というのがあるんです。その釣りどこを自分が出られるようにするのに何秒かかるかという、その訓練ですね。で、呼ばれんを卒業するまでには、1分も切らないかということで、まあ、猛練習ですと。もうこんな人差し指ぐらいの太さのロープがね、あっちからこっちから飛んできてね、目玉に当たってね、目つぶれたかと思うことが何遍もありましたので、もうそんなことで、まあ、厳しい厳しい毎日が
まあ、ありましたね。で今ここでちょっと言えないような昔のいわゆる、まあ、暴力に関わるようなことはもうしょっちゅうありました、うん、それでまあ役連を55秒で卒業しましてね、それでその喜びさんで夜行列車で九州の築城というところに行きましたが、そしたらその京町の築城という航空隊でのその到着可視官がね、お前さんたちはその釣りの子を何秒で下ろすかっていうのが一番最初の声でね、もうどこから来てどうなって他の説明は一切なしに何秒で下ろすかということが一番の航空隊の条件みたいな飛行兵のね、うん、そしたら我々の代表が55秒ついてね自慢たらしく言うたんですよ。そしたらね全然声が返事が返ってこないんですよ。しばらくねそうしてねみんなね背筋がゾーッとしだしたらね、それはどこの幼稚園かって言われてですよ。どこの幼稚園、幼稚園が使えるかって言われてね、それからね今日は疲れてるからやめるけど明日から鶴田ご協力やるって、それからものすごくやりましたね。まずね55秒やね3日4日、ね、やってないからねリズムが乗らないんですよ。だから1分、ね、切れないんですよ。そうしたらね向こうのね班長連中がものすごく怒ってね、お前たちは嘘つきだよ、だから55秒はなんでできたんだちまけでね、3日ほどやってやっと55秒到達したんですけど、そしてね55秒に到達した瞬間にね45秒とこういう注文が来たんです。で45秒であれを10秒なんてどうしてそれを縮められるかというぐらいにねみんな震え上がりました。それでもねやらないかんので、いや毎日毎日もうものすごくやったら1ヶ月でね45秒いったんです。で45秒いってすぐ35秒っていうのが上がってきてね、恐ろしいとこやなと思ったんですけど、で結局ね、それはみんな先輩の人たち、搭乗員はみんなやってきてるわけですから、やってきてないことはやってないんです。だからやって、みんなやってきたから、もうあやつとか出てくるんだからやれって言われてね、そうするとやっぱりね、半年間の飛行練習生の期間の間に、25秒が20秒まで行ったんですよ。行くんですよ。びっくりしましたね。そしてね、最初はね、やらされてるっていう気分があったんですけどね、35秒ぐらいからね、やってやろうというふうに気になっていったんです。そうしたら全然違いましたね。もう動きも体もね、頭もから。じゃあそのロープの持ち方やら、運び方やら、体の動かし方が全部こう変わっていくとね、そのと動くようになってね、それで20秒までいったんです。そしたら今度はね、試しにね、どこまで水中できるかっていうのをやろうかっていう話になってます。そうしたらね、なんとね、1回だけですけどね、17秒までいったんですよ。1分切る55秒が17秒までいった。それはね、100人ですよ。5人とか10人じゃなくて、1分隊が大体100人、その飛行練習生の時はね、それでまあその100人が17秒、1回だけできたんです。恐ろしいことができるもんやなと思いましてね。私はずっと今までの間の人生で、あれがやれたということがバックボーンですね、一つのね、体力的な、精神的なね、うん、それでまあ、横連がそれで終わって、今度はもうね、飛行術練習生を卒業してもね、行く先の航空隊に飛行機がないんですよ、金属の飛行機が、みんな特攻で出てね。本来なら練習機から終わったら、いわゆる服用の赤トンボから終わったら、実用機、例えばその戦闘機なら、戦闘機、攻撃、艦砲、艦爆みたいなのに変わっていくんですけど、その行き先が全部、飛行機がないもんですから、それでしょうがないってね、赤トンボにね、ゼロ戦闘同じね、250キロ爆弾を積んでね、それで特攻せよって言われてね、うん。でね、絶対にね、特攻ね、志願せえとね、命令は一切ないんです。あなた方の気持ちに任せるというね、まあ都合のない言葉でね、それで命令なんですよね。それで結局100、ちょうどその時ね、400人ぐらいの搭乗員が、ね、私らの航空隊におって、それで飛行機がね、100台残ってたんです。で、100台ですから、その4分、3分の 1ですか、3人は省けて、1人だけが、搭乗員として
特攻にこう入り、はいはい、募集するつもりだったね。で、100機ですから、1人しか出れませんので、であとの、まあ、300人は、結局、飛行機なしで、あれですよ、どっか出作業とかね、いろんな他の方法で、ひどいことをしてましたが、そして、まあ、あれですね、結局募集された100人はその次の日からも全然違う生活になってね、毎日飛行作業、で待遇がガラッと変わったんですけども、まあ、そんなことで特攻あんな赤トンボに爆弾積んでいけっていうのはね、そんなものね昼間飛んでいけるはずがないんです。もうアメリカの水兵のね標的になるようなもんですからね、うん、それでもう夜間飛行しかないということで20年の5月からね、もう夜間飛行ばかりになるんですよ。まあこの夜間飛行の恐ろしいことはね、昼間いくらね、気楽にね、自由に自信満々で飛べてもね、そこから何にも見えない真っ暗闇の中ね、どうして飛ぶかってね、電話はないし、で、携帯なんてもちろんないから、地上にいる時のこの打ち合わせだけなんですよ。で、あとはまあシグナルっていうのがありますけど、それは全航跡に乗ってる人がおるからできるんで、全航跡におらない特攻ではそんなことはできないから、全部全記憶して飛ぶという訓練でね。で、一番最初の夜間飛行の飛行場の周辺を回る第1回目の時にね、前を引く飛行機の尾翼と農家の火がね重なってね、じーっとしてるんですよ。でそのしばらくじーっとしてて、右側のライトがスーッとこう右へこう流れてあるんですね。あ、前期は右へ行くんだよなと思って右へ行ったんです。それがね全然反対やったんですね。恐ろしかったですわ、あの時は。それでしばらくずっと行くと何かおかしいなという感じがしてね、それでふっと後ろ向いてもね、飛行場がもう見えないんですよね。それで慌ててね、高度をずっと上がってね、そして眺めて、あ、一応確認して戻ってきたというね、その ライトはあまりね、じーっと見つめるとね、どっちがどっちか分からなくなってね、その前後も左右も、あたり一面ぐらいにも分からなくなりましたね。で、ああいうその錯覚が、長いこと、仕事、それも、お焼き物の作品を作っている時にはね、全然そんなことはもう、頭の隅にも出てこなかったんですよ。ところが、まあ、それは後で、まあ、制作の話になりますけど、まあ、そんなことで私はトップに入ったんですけども、8月の9日に長崎に爆弾、原爆が落ちた次の日に特攻で行けって言われてね、で最近の航空隊に派遣されたんですけど、もうその時にはもうね、下着も何もそのまま着替えなし、飛行服だけ持って行けって言われて、だから最近に着いたら、そこの最近に航空隊で、3日も4日もね、少なくとも1週間なんているはずがない、行った次の日に出発、突撃に行けというような計画やったらそうですが、それでも何とか何かの都合で伸びて15日になったわけです。で、私が命拾いをして、まあ、帰ってきたわけなんですけど、それでまあ帰ってきたわ、家がこれからどうするかという時に、まずやっぱり元の学校に戻ってみようと思って、海鮮に、いや海鮮がね、美鮮になってたんですけど、で美鮮に行ったんですよ。そしたらね、女子学生がおるんですね。昔ね、海鮮には女子学生いなかったんですよ。男子ばっかりだったのにね、女子学生がおる。で、女子学生の中にね、戦争中の女子学生やからね、もう少しね、この髪の形なんかはね、こう戦闘的というかな、短髪のなんかこう、活発な感じかなと思ってたらね、そうやないんですよ。背中のね、腰の辺までね、髪の長いね、学生がおるんですよ。これ見てね、ものすごく腹立ってね、まだこれこんなに長い毛伸ばすのは戦争中のはずやろうと思うんでね。だから戦争中に私らには、戦争に行け行けって言ってながら、その戦争中の4月に学生が変わったからって言ってね、上司学生がおってね、でデレ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 してるわけですよ。
なんかね、2階上がってね、足も外された感じしたら、だから復員して、一番最初に感じたのは、国に騙されたみたいな感じでした。ほんなら、今と同じような髪の長い学生がだ、もうまだ戦争終わってね、あれね、10日ほどしか経ってないんですよ。もう25、6日に私、学校行ったんですね。で、その22日に私は家に復員して帰れたんですけどね、そしてすぐに学校行ったわけだから、そしたらそんなにね、長いこと経ってないんだからね、だからその間にも学生さんたちのその気分がどうなってったのかっていうのがね、非常に不可解でね、ムカつきましたと。もう、そしてもう、初め、その時ね、もうやめようかなっていう気もあったけどね、まあやっぱり、いっぺん学校へ戻ってやる、また勉強し直そうと思ったんです。そして海軍の退職金とね、月給を全部つぎ込んでね、で、あれです、授業料も結構あるし、絵の具もなかったからみんな揃えたんですけどね、そして学校へ行って、その1年下の 同級生と一緒のクラスになってね、写生に出たんですけどね、もう全然ね、肌肌なんですね。もう写生しようなんて、鉛筆がね、クロッキーがね、走らないんですよ、なんか全然。で、なんかこれはもうおかしいなと思ってね、それでもまあ一作出さんと新規はできないから一作出して、何書いてるかもう今覚えてないんですけどね。そして今度2年生になったらね、早速ね、授業料の特策ですよね。特策が来てもね、もう家に金じゃないからね、払えないんですよ。だからしょうがないから即中退してね、就職探し。で、職探しをしてね、河原町の市場をね、上がってた、あまりをね、店の中を覗きながら、なんかこう、広告が出てきないかと思ったりしてね、歩いてたら目の前にね、昔の小学校の3年生のね、時の先生がね、パーッとこう現れてね、お前何してるかって言って、いや、私、職探し、最中です。そしたら、俺の会社はな、今、戦争中の、ジラルミンを作ってた、飛行機を作ってたジラルミンがたくさん残ってると。それでね、駐留分のスーツケースを作ってる会社やけど、来るかって言うんですよ。給料300円でね、お昼にね、雑炊が出る。いやー、それは結構なこっちゃな思ってね、もう即決、明日から行きますって言ってね、もう行きました。ほんで、その次300円でね、で、その次300円のお金、給料をもらってね、即ね、買い出しに行くんで、食料を買い出しに。で、どこに行こうかと思ってね、まず京都駅行ったんですよ。そしたら、偶然にね、そこにね、福井の方の人でね、海軍で一緒だ、教員の人がおってね、お囃子なしてね、いや、これからね、食料買いにね、どっか行きたいんだって言うて、そんな、俺の家は、農家やねんけども、親戚が、農家がいっぱいあるから、そこへ行けって言ってね、で、なんかチラチラと買い付けてね、で、福井の駅の一つ、北の森田っていうのがあなたが行けやったのとこまで行ってね、それでその300円で小麦をね、1頭買ったんですよ。で、1頭ね、あれ 何キロぐらいあるんですかね、7キロぐらいあるのかな、まあ、10キロあるかなしかやったと思いますが、それをリュックサックの中にこう入れるとね、あと上半分ね、やっぱり残っているんですよ、空間が。それをね、かぼちゃやらね、なんかさつまいもやらね、買うお金がないんです。もうね、300円切りでしたから。ほんで、そこで、なんかかぼちゃやらないや、そんなものを、ね、上、空いてるところをね、その農家の人が埋めてくれてね、もうこれあげますからって、そんなことで、その食料探しにも奔走しました。で、4ヶ月、そういう会社に勤めましたよね。そしたら、戦争中、その、廃止されていた条例でね、いわゆるその贅沢品を作るのというわけで、一般の陶磁器製造業は廃業させられて、でそれでその軍需工場なり何なりに行ってたんですよね。それでその条例が、21年のね、なんか夏か秋頃に施行されて、自由に仕事をしていいということになったんですよね。そこで親父がね、すぐにね、明日から焼き物を作るから、お前手伝えちゃうんです。
で私はね、陶器の陶器も勉強してないしね、で私はその土なんか触ったこともないし、それがね、即戦力も即戦力、ただち 今すぐその製品作れっていうわけですよ。まあびっくりしましたね。で慌ててね、まあしょうがないからね、土もんだんですよね。うん、でこれでもんだからと思って、もめたつもりでね、スライスしたらね、なんとね、フランスパンですよな、フープだらけ。こんなことではね、お皿の片押しなんかできないからってね、そこで慌ててね、親父がね、私の仕事はね、箸置きの片おかしからやれって言われました。でその箸置きの片おかしやったら、少々空気があった土でもね、手で丸めて、肩でこう、くぽっと押しますから、それでまあ製品になるんですよ。もうそしたらね、途端にね、1インチ線香押せって言うんです、線香。そんなもんね、土もね、肩も触った人間がね、早速 目の前でね、線香が1日の仕事やって言われたってね、どうしようもない、ね。まあ一生懸命やってね、2泊でしたね。そしたらね、もう腹がね、剣士が腫れてきてね、肩が起こって。やり方がもう一つのうまくリズムに乗り切れへんのですよ。練習、またそこ練習が本番ですからね。だから大変なもんですよ。で、まあ、なんとかなんとかやって、でその、線香を押すとね、次の日500仕上げせないかんですね。またもう500も次の日と。だから線香1日に線香しても3日かかってるということで、でそれではその注文に間に合わない。だから1日1000個ではその商売にならんと、だから1日1200、1500というふうにベースが上がっていくんです。それはね、訓練ですね。うん、だからあの時の鶴の訓練です。で土をね、寿司屋さんのあれと一緒です。土をこう、右手でこう取ってきた時に、箸置きの形の量と同じぐらい取ってこないからね。それがこの指先の感覚で決めて、ここでこう取ってきて、ここで手のひらで揉んで肩の中に入れてゴッコンと押すと、でバリがあんまり出ないというその土の加減がね、早く覚えんとあかんのですわ。そうせんと話にならないんでね。でその頃登り窯はね、月に1回、その月に1回の窯が2つ重なって、2回、月に2回窯があるんです。そうすると、生地を作るのは大体1週間、それから生地ができてから、あと素焼きして、彩色して、釜詰めして、で釜出しするのが15日になりますから。だからそれで、大体その生地を作るのは、1週間以内に全部片付けてしまう限りは、商売にならんということで、ね、まあ大変なそのことで、あとはできなかったら、もう夜鍋で12時、1時までかかってでも、作らなしょうがないという、そういうような、まあ、生活だったんですね。それで私がね、これは親の仕事を後を継ぐ形になるんだなと思ったんですがね、そしてそれやったら親の仕事のなんかあれですね、原型鳥やとか魚やとか親動物の小さいの作ってましたから、まあ、それのね、私ね、原型をね作り始めたんですよね。そしたらね、親はね、そんなことせんじゃないから自分の仕事せえって言ってくれた。そこでね、へえと思ってね、あれありがたいことやなと思って、なあんな心理不細工とせんでもいいのかなと思ったりしてね、それから見る本が変わっていたの。そしたらね、日本語をやってる時はね、日本語と彫刻は第一芸術で、陶器なんかはね、第二芸術って書いてあったんですよ。えらい第一と第二とえらい端末とえらい差をつけたらなと思ってね、だからその焼き物を第一芸術のために見てもらうためにはどうしたらいいか、そういうものを作りたいなという気になっていったんですよ。うん、そしてその頃、青年殺到家集団という展覧会がありましてね、でそれを見に行ったんですが、そしたらその日本側は塾というのがあるけど、陶器には塾というのはないんですね。だから当時塾がないから、こういう人のグループに入れてもらってその勉強するかなと思ってね。それで五条坂にね、私はその同窓生はいないんですよ、小学校のね、戦後こっちに移ってきたから。だから美貌の先輩の浅見さんっていう人がね、割と近かったもんですからね、その一番近しい人に、あのグループに入るにはどうしたらいいんですかって聞いたらね、あのグループはな、
官邸の偉い先生が複数の推薦書をもらう関係は入れへんグループやちゅう、あ、それは違うな、それは違うなって言って、その浅見さんとそれやるとこやるとこ行ってね、じゃあなんかグループお金作れやないかという話になったんです。そしたら2ヶ月ほどしてからね、また五条坂の釜で浅見さんにおったらね、おい林君な、グループ作るから今回っちゅうわけです。行きますがなって言って、どこですかって言ったら、ね、宇野さんの投げやってね、それが、11月の17日、松屋町のね、高大臣の松屋町に、ね、私初めて、この先生の家を知らなかった時で行ったんですよ、ね、そしたら10人ほど若い子に送りになったんです。それがあれです、その頃一番熱心やったのが、ね、熱心中かな、活発やったのが、清水一さんですね。で清水一さんが五条坂をなんかこうまとめているっていうかな、なんかそんな風にあったらしいんです。でその人とそれからここはね3つぐらいに分かれてまして、ね、一番年上がね、ここの写真には写ってませんけども、山中温泉とね、あっちの九谷の方の人で伊豆倉さんっていう人で、伊豆倉さんという人が一番上で、それであとずっと私よりまた下の人が一人二人だったんですけど、でこの前に下の列で一番下の端の左の方の人が宇野さんで、それ真ん中がね荒井さんちゅうてね、この人は日本のね僕初期の何ていうかな、お酒のあれをする人なんですね、何ちゅうかな、ウイスキーの鑑定をする人。ソムリエ、その初期のソムリエの一人です。でこちらが木村さん、それから私で上市さんで、鈴木さんで、それから向こうの3番目の背の高い人が谷口良三さん、それから浅見茂さんで大西木の助さんなんですが、でその向こうの浅見さんとなかなか日本側同士で気が合ってたもんですから、話をいろいろよくしたんです。そしてこの中に2人かけてるんですけど、その時、じゃあそろそろ会の名前を決めようって言ってね、そしてそのどんな名前があるかって言って、まあ、一番最初に清水さんが答えたとさ、それからその人がくれると出したんですけど、どれもねあんまりにもね土臭いのでね、いやちょっとねもうちょっとこうピリッとした感じないかいろいろ出てたんですけど、そしたら一番最後に伊豆黒さんがね、司法界というのはどうやって言ったんですよ。で司法界ってどういう意味かって言うんです、各自が司法をお互いすればいいんだって、あ、それがいい、それがいいって言って、でそれ決まった時に、それやったら私も入るわ言って、宇野さんも入ったんです。だから宇野さんが初めは入るつもりはなかったのに、宇野さんもメンバーになって11人で、まあ、結成したということになるんですよ。そしたらね、今度はね、会のね、顧問にね、須田国太郎さん、独立ビーズの、ね、医学さん、それからもう一人がね、武者工事実宅さんがね、司法会の顧問になりました。そんなんね、みんな宇野さんの関係なんですね。で、それで、まあ、そういう立派なすごい先生が顧問になられたんでね、ええ、こっちのわけですけどね、それで、その時のね、結成式がね、スルメとね、大豆の行ったんですよ。大豆、それなのしか何もないんですよ。大豆の行ったあと、スルメちぎってね、で、もちろん、ね、なんか安物酒はあったんですね。安い酒はあったから、そんなんで酒飲んで、相手にする結成式があったんですよ。それで、その次に、じゃあ、その時、すでにもう薬物さんがね、考えてたのね、来年の3月に、中頃から、グループ展のね、第1回展を、司法会第1回展を開催するということで、そしたらですね、この独立のね、偉い先生が顧問になっているわけでね、独立美術の若い人がね、宇野さんのところに、ね、遊びに来るんですよ、どんどんと。そして僕らは何かかんかと言って宇野さんのところに行くとね、引っ捕まえてね、いろいろね、抗議されるんです。まあその抗議がね、今ものすごい来てるんですよ。もうまず第一にね、オブジェ論から始まるんですね。
で、宇野さんもオブジェという話を出すんですけど、それをね、十分にね、補佐したような説明をね、伊垣さんがしてくれたんです、ずっと。で、それでね、またそんなね、陶器の世界でね、フロッタージャとかね、コラージャなんてね、誰も知らんうちにね、若い人は知らんうちに、僕らはそういうことを一生懸命教えられてね、こういうことが、いうことも一つ、材料でいくんだから、これぐらいのことは勉強しようって言われて、そしたらね、もう一人別の人がね、陶器屋はな、勉強せんさかいな、あかんじゃぞって、お前らは今な、日本の陶芸がどんなんか知ってるか、なんか私は全然知るわけね、今日本の陶芸なんて死んでるんだから、お前らしっかりせんかいでどうしようもないと思って、で、どうなっちゃうんですか、売れるもん作るなってなったんですよ。なんで売れるもの作るのかって言ったらね、結局売れるからダメだって言うわね、うん、で、その人は中小会館の人でね、だから陶器の人がね、ろくろの製品作品をね、展覧会で出してもね、会場で売れんでもね、家帰ったら、ね、1ヶ月もせんうちにね、何個かね、なくなって売れてるからね、それで生活ができるからあかんって勉強せんでって、そういうその説法、そういうものかねと思ってね、じゃあ売れるもの作ったらいいのかみたいなことで、じゃあそこでオブジェとは何ですかということで、まあ、オブジェの方に入っていったんですけど、作ろう作ろうって、ね、で売れるもの作ろうということでやりだしたら、そこでね、あんまりはっきりしたこと言うと悪いんですけどね、中でね、在野の意識がね、ちょっと違う人があってね、それでそのはっきりとした在野とちょっと違う在野の意識の人とが違う行動になって現れたもんですから、そこで一回話を元に戻そうということにして、それで志向会が、23年の夏に前衛でしっかり行こうというばっかりの人が集まった。で、会員の、ね、メンバーは変わらなかったんですけどね、で、その変わったわけですから、じゃあそこでそのお前さんたち、完全に在野で前衛的に自分でやったらということで、二課のね、独立作りの二課の会合の、展覧、二課会の救出会というのがあってね、9番目の部屋に、中小の作品ばっかりが並んでる、そこの非常に偉い先生の吉原次郎さんに来てもらおうってね、でその宇野さんが電話して、そしてその吉原次郎さんがね、宇野さんの家の前のお寺にね、来てくれはったんですよ。そして新しいね、その頃はね、現代技術というよりもね、モダンアート、モダンアートに出ました。で、そのモダンアートのこの講義をね、コンコンとされた。そしてその志望会が入れ替わった時と同じぐらいに送迎車ができたんですね。で、送迎車の人は大半がいわゆるその前の青年作闘家集団という関連系に所属転した人で、その所属転した人が山本さんや佐々木さんや八木さんやらが脱退して、そして新しい送迎車というのを作らはったんです。で、作り上げたんで、それがもう通知が来たところやから、おい、誰か吉原さんの話を聞くのに彼らも在野で行くんやから呼んできてやる、呼んでこいっちゅうてね、で誰か呼びに行って、そしてそのお寺のもう何ですか、扇風機1台しかないね、で、そんなあと今みたいな涼しい機械なんてないから、もう塔を全部開けて風が通るようにしてね、で東側に送迎車の人が3人に座って、で、こっち反対側に志望会が6、7人座ってね、それで真ん中で左側の真ん中でその吉原さんが講義をね、1時間半ぐらいねされまして、それで現代美術が無駄だというものはこういうもんかというのがだんだんとこう理解できてきたんですけど、そして次の次にね、前衛生け花というのがその頃陶器よりも先に進んでたんですよ。だから前衛生け花の前衛の生け花の先生の話を聞こうということでね、で9月の初めから中頃までに、未昇流のね、中山文法会の中山文法先生という人に来てもらってね、そしてそのお花と前衛稼働とかそんな話が、そしてね、一番最後に
あの君たちになちょっとあの提案というかな話をね、あの私らいわゆる、ね、生け花の関係者が困るような生けるのに困るような器を作ってくれっていうそういう話が最後に出てきたんです。ほなうちオブジェかけ作ったらいいじゃんで 今やってるやつでいいんやっちゅうわけでね、背中をドーンと押された気分でね、そこで一斉にそのオブジェかけを作るに、ね、あの自信っていうか、ね、いわゆるそのニーズがあるわけですから欲しいって言われてるわけだから俺はやらんわけにはいかんと一生懸命みんなやりました。でその頃にあのそういう作品を窯に持ってきますとね、あれはガラクタやとかね、なんかその声が聞こえてきます、ね、ケタラが並んでるとかね、で、まあ、五条の窯どこ行ってもあのそんなあのそういうことから帰ってくるんですよね、うん、それもねいつかねあの今度は言葉が変わってね、今度はね傑作が並んでるっていうね、そんな言葉でねあの窯詰めの時にいろいろそれ言うてるのがあの聞こえてきましたけどね。でもね、それであの一般の普通の柿屋さんが少しずつその影響を受けて変化していくんです。そういうことがあのその当時の状況でしたよね。なので昭和23年からね芦屋の支店が始まるんですね。それでその芦屋の支店は24年から我々出品するんですけど、なんでその京都から芦屋に持っていくかというと、芦屋の支店にはねいわゆるその吉原さんとかね井上角蔵とかね中シュールリアリズムの絵描いたりね、いわゆるその抽象絵画の作家の人らが審査されるんですね。だからその経典は探偵の人が全部持って、その時経典には在野の人で誰もいないからその探偵の人が全部審査するんですよ。でそういうところにね私のものを持っていてね、あの弾き飛ばせられるのが精一杯ね。だからあのやっぱり風呂敷にこう作品包んでね足を持って行ったんです。そして一番最初はね詩の買い上げがあったりね、それから2回目がね2年目が、あ、そうそう、2年目にあの私文章がついたんです。それからあと4回ぐらいでみんながあの話を出していて均等にみんな一応受賞したように思いました。そしたらその時にね、その年は昭和25年で大変なことがあの起こりましたね。で思考回転をね丸物でやってる時にね、その搬入の時にね肝心すぎの100号名がねドーンと壁にかかるんですよ。で何ですかこれがあったら、ね、いやそれはね宇野さんがねあの借りてきた。そしたらその下にね伊佐物口のね素焼きのテラコタのいわゆるその歴史像がねドーンと置かれてるっていう、でそんな作品が並ぶその雰囲気の会場に私らの作品も並べてたんです。でなんか京都新聞からなんかすごくこう見てくれたような記事がありました。そしたらねその展覧会が終わって7月の30日が締め切りだったかな、あのね、日本陶芸展をねあのフランスのねパリでねあの開催してほしいというね、フランスのそのパリのチェルノスキー美術館の館長がルネ・ブルステという人がね文化施設としてね日本に来られて、それでその戦後の日本の芸術をハワイあのパリの人に見せたいということだったんですが、ところが日本側ね一般の人に対してはねちょっとこう理解しがたいんじゃないかという意見が強くて、それでその焼き物になったんです、うん、そしてその焼き物をじゃ あの どうしてあのフランスへ持っていくかというと全国公募してくれと、ほんでそのフランス側の人がねフランスでも問題が起こるらしくて、とにかくねエコ引きのないようにまんべんなくある団体からは全部ピックアップしていくという話で、そこでね小山さんというそのいわゆるその東京博物館の焼き物の係の人が初めは主任やってたんですけど、フランスからね副館長が来てね、その副館長が全部取り仕切って、ね、そしてその日本の中で
あのあっちがこけたこっちが足らんとかそういうその不満が出ないようにあのその人が全部責任を持ってあの審査されて決めてしまう。その時にその日本の作品、美術団体というのは鑑定系のいわゆる日展とそれから新商工芸と志向会と総定社それから民芸とそれだけしかないんですよ。でそれを全国工房で東京と京都でこの工房をされてそして、作家が49名作品が77点もちろんここでね作家いわゆるその魯山人さんも入ってくるんですよね。でその団体でない人が2、3人川北判定士さんとかそういう人が入ってきてそして、まあ、作品が77点でそれがその時ね毎日新聞がねものすごく景気が良くてねで毎日新聞が全部お昼を持ってあのフランスに持って行ったんです。でマルセイユ号でマルセイユに着いたというそしてその11月に、1950年の11月に日本陶芸展が始まった。ところがね敗戦国ですからね敗戦国の現代のものだけの展覧会はねけしからんできないんですよ、うん、そこでそのチェルノツキーにコレクションされている浮世絵と一緒にやるということで、あの、なんかね、焼き物の方がね、お添え物みたいな感じで、まあ、展覧会があったというね、そういうことになります。そしたら、ピカソの窯があるね、バロリスの方の、ね、村長さんがね、ぜひそのフランスでお金を出すから、バロリスの方へね、作品を持って行って展示してほしいと。そしてそこで、まあ持っていて展覧会があったんです。そしたらねその時の展覧会の世話役をね東京芸大の吉川伊豆さんという先生が、ね、ついていかれてその人が、まあ、全部こう通訳やら何やらね全部難しくてやられたんですけどその時にね魯山人のね大不安という人がね魯山人の、ね、作品を持ってねテレビのピカソとか行くんですよ。そしたらね、ピカソがね、おもむろにね、蓋をこう外してね、中の作品をね、きれいに包んだとこ出してね、出したままなんですよ。うん、そして、キリンのね、四方さん の箱がね、すぐっと沈むね、それにね、ものすごくびっくり仰天してね、そればっかり言うてるんです。これはね、どうして作ったかって、ね、誰が作ったかをね、ほんならもうこのね、魯山人の作品全然もう何にも、高度化も何もしないんですよ。それがもうこっち、箱のことばっかり言ってる。これをその吉川さんがね、今一生懸命ね、説明したかったしたっておっしゃってました。うん、そして、まあ、今度はそのフランスへ行った日本の陶芸の作品についての評価みたいなものがね、アール・ド・ジュルディというフランスの、建築と美術の雑誌というのに掲載されて吉川さんが向こう の評価をそのまま書き合ったんですよ、うん、その中にね毎日焼き物のところがあって焼き物は日本の焼き物の歴史があってそれから、まあ、こういう状況の中で目についた作品がということで一番最初が富本謙吉さんの白いろくろの壺かな。うん、で2番目がねモーさんの作品でねものすごくね大きいゆったりとしたねまあいわゆるフォービゾム調のガガッとした雰囲気の都合で黄色い薬がかかってるんです。でそれはその雑誌社の新編集長が買いました。で3番目にねところでね一番若い作家がね形においてなんとかなんとかって書いてあるのねこれはね皆さん私ですよで私それから次がれなんですよ。イサム・ノグチのねイサム・ノグチ の寺子っていうのね、花池なんですけどそれが縄文時かな埴輪からヒントを得るというようなことで取り上げてやった。でその雑誌が日本へこうね翌年の1月から来るんですね、うん、そしたらそれからね私がね一回もね、そんなインタビューなんてないんですよ。もうそれは日本の偉い人の名前が全然出てこないし、
それから日本の作品は技術はものすごく確かやけども硬いということになります。だからそれはどういうことかというと、結局アート性に欠けるということを裏に書いてあるわけですけどね。それでね、まあ、日本の観点系の人はみんなもうそうだけだったんです。そうだから、その展覧会はもう誰も書かなくなる。一切ノータッチ。だから忘れられていると思いますし、そういうことがあったということを美術雑誌もあんまり書きませんから、知ってる人は本当少ないと思いますよね。ほとんど、とりあえず、だから吉川悦司さんがもうそのね、後でね、事件があってね、東京でね、大きなね、会館に呼び出されてね、でね、30人からね、40人ぐらいのね、人の中引っ張り出されてね、吊るし上げられてました。なんであんなこと書いたっていうね。だけど、なんであんなこと書いたって、無謀の評価をそのまま書いただけで、吉川さんの意見って何も入っていないんですよ。ただ書き方で。こういうフランスはこういうふうに見たと。だからそれに対するね、抗議をね、水泳かなんかのね、派遣されている。水泳かなんかの姿から派遣されたね、リアルな彫刻家の人がね、反論書いてあったことがね、水泳に載っています。うん、だけど、まあ、一応フランスはそういうふうに見たということなんでね。うん、で、最初、それだけの作品が集まったときは、かなりね、ショッキングでね、これはね、世界一周を回そうという話までね、あったんですよ。うん、ところが、フランスの結果でね、パタッと止まってしまった。だから、そのまま帰ってきたんですけどね。うん、で、帰ってきたのが52年で、52年の2月頃に、鎌倉の近代美術館の、その会館のオープニングの2番目か3番目かの展覧会に帰国日本陶芸展というのがあったんです。ところがその頃ね、結局フランスも日本も戦勝国も敗戦国もみんな貧乏でね、お金がなくて大した資料が残ってないんです。みんな何かザラバンシみたいなものにこうカタカタとこう書いてある程度でね、うん、それでほとんどずっと知らない今まで来てるんですけど、で私がそれをちょっとこう自分の関係してることもあるからって言ってね、私の40年史にその本を探したんですけど、そしたら10年ぶりにやっとね、京都芸大の図書館にやったんですよ。そしたらね、その後はね、今はなんかどこに行ってもわからんそうです、そういうその内容の本は。不思議に、うん、で、そういうそのこれは戦後の第一回 の、 外国行った日本の美術展なんですけどね、まあ、そんな風な扱いになりました。それでは時間になりましたので第2部を始めさせていただきます。前半にですね、この五条坂近辺のお話がちょっと抜けておりましたので、まず五条坂近辺のお話をいただきまして、それからまた作品の話を伺ってまいります。この地図がですね、京都市名祭図といいまして、京都府立京都学歴祭館に、収蔵されているものです。昭和の6年頃に作られまして、昭和の26年まで更新され続けてたよという地図で、まあ、こちらを元に少しこの辺り の、 戦後の様子をご説明いただきます。それでは後半よろしくお願いいたします。はい、それでは先ほど最初の出だしで五条坂でね、私が焼き物を始めた時に五条坂は戦争中でその更地にされてね、広くなってガラガラでしたね。それでね、まずね、焼き物をやるのにね、土を買いに行かないかって、ね、で土を買いに行くということをね、初めね、どういうことか分からなかったね。今のようにね、電話一本で届けてくれるような時代じゃないんでね。そしてね、結局ね、大きな会社は配達してくれるんですよ。というのはね、大東三輪というね、貨物の自動車に、ね、大きな会社やのに、ね、一台しかなかったんでね。でその京都のやっぱり業者の中では大内がたくさんあるから、そちらの方は
何でやったんって言って、廃校になるからこれまで行くんですけど、もう零細企業はね、取りにくいって言うわけですね。それで、何で運ぶかって言うと、運び用はね、始めないんですよ。それでね、新聞紙とね、風呂敷とね、それからリュックサックを持ってね、それで原料会社行くんですよね。それでその、ね、日本テレビに行くとね、今みたいにね、あんな真空ドリンクでね、日本を持ってね、10キロずつポンポンポンって切ったりとかね、あんな風にはなってないんですよ。とにかく大きな機械からずっとそれ絞り出してきてね、直径1メートルぐらいのね、絞り機の中でね、板状にやってる、直径1メートル余りの板状でね、厚みがね、4、5センチのね、そんな大きな輪でずっと出てきたやつを、ええ加減にね、4つに切ってあるんですよ。で、それがね、11枚で10巻かな。巻ですよね。そのブロムとか、そんな指ね、なしに全部巻ですからね。巻とか小で、1章とか2章とか時代ですからね。でそれで、1枚何本や、2巻500とか言ってね、それを、そんなものね、風呂敷に包んでね、片身担いでね、持って帰れるようなもんやないですわ。ああ、それで、このリュックサックの中に入れてね、その背中に片付けてね、担いで帰るような顔をしてもね、結局自然に乗って帰らんだから、自然のとこまではもう死んだり死んだりことですけどね。それで量的に難しくは、爪間から持って帰れませんからね、それでもう、どうしようかって言ったら、ちょうどね、今のそこ の京都銀行の筋みたいにね、第八車のね、リース屋さんができたんです。あ、これはいいなぁ、ちょうどね。で、言ったらね、ショップ、家庭用のね、いわゆるね、食料のね、お米の配給通帳をね、持って帰っちゃうんですね。それはその頃の一般家庭のね、国内用のね、パスポートと一緒でね、ものすごい価値が大きいと思うもんです。で、それを持っていて預けて、それでその、費用を払って、第八群馬っていうのをね、借りてるんですよ。大きな車ですからね、直径1メートルぐらいの鉄の形でね、長さがね、4メーターぐらいはありますからね、それにね、原料をね、どぞと乗せるんですよ。そして一番最後にね、2トンドルぐらいのタブを持っててね、で一応石灰用の水物がね、あるんですわ。でそれはね、その頃 その京都の焼き物屋さんの基本的なベースの薬でね、でこれはもう一応石灰用は作るより、それで作ってあるものを買う方がほんと楽なんで、大繁盛してるやつですわ。でそれをね、組みに行くんですよ。で、組んでくれないんですよ。そんな、おい、小僧、お前、自分で勝手に積んできるっていうのでね。そうするとね、大きな直径がね、3、4メートルぐらいあるね、層ですからね、泥ですからね、沈殿するんですよね。どん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 。だから、まず最初に誰かが行って、こう、かき回して、かっぱんして、と、こう、そういうふうに、動いてる段階で、買いに行くときはいいんですけど、一旦こうずっと静まったときに行くとね、そこからかき回すので、お前がやれって言うので、業者、自分とかな、自分で苦しむもんやねん、自分の従業員は誰もせんと、ね、買いに行ったり、拡販してね、こんな、ほんのすごい時代だと。それで、あんまり、しんどいのでね、初めね、ちょっとね、そこの方のね、塊だけがガバーッと取ってね、それで書いたらね、今度はね、溶け口が悪いんですね。薬強くてね、どうしようぐらいのね。そんなことがありましたからね、それをね、第八車に積んでね、まずね、下に新聞紙引いて、そのこんな三角のやつをね、何枚か積むんです。だいたいね、一番最初はね、難しいから積むんで、50巻。だから50巻というか200キロですから、それぐらいをこう置いておいて、均等に、ね、大八車に積んで、で、一番後ろの方に、ね、桶を置いて、で、そこに泥をいっぱい入れてね、でとにかくね、今みたいにそのビニールがないからね、濡れた水物なんかを縛るものはね、非常に難しかったんですけど、ね、そしてその大八車ですわ。で、今のね、あそこの塩工事のね、橋渡ったところの奈良城の川の筋にあったんですよ。で、そこからずっと内浜へ出てね、自然が通ってますから、自然の、その鉄道の、その鉄のね、レールをこうずっとこう、うまいことをね、直角に曲がらんとね、滑るんですよ。鉄と鉄同士が並びになると。そうしたらね、滑ったらえらいことですからね。
とにかくね、ものすごく重いから、水平にするにしたってね、前の方がね、水平で分かる、少し下がるぐらいにしないとね、前に進まないんですわ。でそれでまあ、なんとかかんとか、七条大橋の京阪まで来るんですね。で、京阪電車がまたこう、あそこで4本並んで、ガタンガタンガタンで、そこまではまあ、だからまあ、そんなにね、きついことはないんですけど、それから問題なんですよ。で本町の方へずっと下がっていくのはね、まあ、なんとかこう頭前を上げてずるずるといったらいいんですけど、それから先東の70までは、ね、上る一方ですからね、もう全然休めないんですよ。休むなんてねことを考えたら、ね、一発でね前がバーンと浮くんですよ。で脱いだらもう最後もうこうなったら水平より後ろが一歩でもね下がったらもう一人の力ではね耐えられへんんですよ、重くて。それでね、とにかく前の一番最初の棒の先をね、地面スレスレまで押さえないから、そしてずーっと上がっていくんです。ところがね、今みたいに道路がきれいじゃないからね、あそこのね、真ん中あたりにね、ポリボックスがあるでしょ、博物館の角の南の、そこのあたりまでずーっとね、砂利道やったんですよ、今みたいになくて。で、砂地だからね、そこから人がやら、これ前ら、いろいろ雨なんかで出てきてね、もうずっと七条通りのね、北側がね、きれいな道になっていながら、砂だらけやったんです。その砂だらけの中をね、草履でね、ずっと上がっていくのがね、まあ、もう本当に必死。あれほどね、怖いことはなかったな。まあ、やがひこと同じくらいすごかったです。そんで、それでもね、ちょっと、でイメージするでしょ。ひっくり返ったらどうなるか。石灰油がダーッと七条通りに広がってね、土がベターッとこんなになってね、全部使いになって砂ぼこりになったら、えらい、そういや、静かなしてて、あの島はどうなったらいいかってことを考えるとね、そんなもんね、一刻もね、余裕ないんですよ。もうザーッと配ってしまってね。それで、博物館の南門のところまで行くんですよ。であそこはね、10メーターぐらいで、ね、ちょっとこう、水平になっているところがあるんですね。でそこまでがもう命がけていくんです。でそこで1泊2泊もう3泊ぐらいしてね整えてからまた上がるんですよ。ところが今度はね東の流れをこうずっとカーブして上がっていくんですね。でカーブしてその次第に上がっていくときにね、その先にね電車の停留所があるんです。石でこう組んだね。でそこに乗ってる人もおるけど、その人が多いときはその外へ出てるわけでしょ。そうするとね、植木が入っているところでね、もう人がね、なかなかね、呼びてくれないんですよ、満席の時は。ほんで、どいてくださいって言ってくださいね、もうどんなランドなのかですね、ものすごい低い、行走でね。そんなもんね、そこででも坂やからね、もうこうなったら終わりなんですよ。こうなったら終わりやから、もうとにかく地面スレスレでね、もう大きな声でどいてくださいって言ってね、そうして帰ってきて、ほんでまた今度は五条のそこの坂です、それもね。そこの坂がね、とどめですけど、とどめそさないように一生懸命頑張って家まで。真冬でもね、もう足がどれだけ出ましたかね。そうするとね、親父が前にね、原料の大事さを言ってた、これは大事にせないかもな、でも大変なもんで、もう米粒でも言えるもう大事にせないかという気持ちで、仕事をしたいんですね。でそれでまあ最近の学校はね、そんなことなくてね、心配せんで、で電話一本で何百キロで送るわけですから、もう土を大事にあんまりしないなということはね、だいぶ大阪芸大でもう文句言いましたけどね、そんなことでまあ始まったんです、五条坂の頃が。それでもう、親父の仕事はまあその辺にあったんですけども、今は男になるし、家でやってるから、家も狭いですしね。で、昭和28年までは、家からその隣の小川さんの窯までね、こっちね、この場合は真ん中運びましたし、それからもう、安町の方の、松本坊の方の窯が、勘次郎さんの窯やら、他二つも三つもありますが、そこら辺にこう、いろいろ窯の都合で行った時には、みんなこうしていくんですよ。ところがね、天気のいい日はね、まあ、よろしいけどね、雨降ってごらんなさい。これは大変ですね。前の晩ね、夜飯してね、この、あと、例えばその、薬割りしたやつ、ここの口がきれいなんですね。で、この辺だけきれいにそうして、で、これを板に乗せてね、行くんですけど、その天気やったら何もかもしれんでもいいけど、雨降ってますよね。
その頃ビニールなんてないんですよ。新聞紙をね、板の 1メートルの30センチぐらいの幅で切ったやつを乗せて、それ新聞紙が散りますから、またその上にその風呂敷を乗せて、そしてその散らないようにこう紐でくくるんですね。そしてこう担いで傘をさして釜へ行くわけですよ、これ釜へ行ってもらうので、これ全部こう外すでしょ。一生懸命そーっとそーっと外しても、ここら辺みんなもう擦れてますやん。そしたら夕べの選びはみんなパーなんですか、何時間っていうのは。でそれで釜場でまたこれをきれいにこうあの筆でね、ずーっとこう塗るんですけど、家でやるようなわけにいきませんやん、それはね、まあ天気、あの気候のいい時期だったらよろしいね、冬とか夏とかね、それはもうね、地獄ですよ。あんなんね、続いたらね、こんなにね、陶芸やる人は増えませんもんね。私らもそう思いました。自分の家で、ね、雨が降っても風が吹いても、自分の家の中で釜詰めをして、炊いて出せるというようなものは、もう理想中の理想やったんですよ。今理想中の理想でね、天国で仕事してるようなもんで寝てたらいいんですよね。そんなんですからね。だからそこでね、まあいろいろやっぱり考え方も違うんだなと思います。それでね、私は試行会がだいたい8回転でね、終わるんですけどね、その次ね、まあ、それまでに、ね、お話ししてんだことはいくつもあるのは、まず試行会が始まった時に須田国太郎さんが若い者を集めてね、お前さんたちな、なんでそんなに慌てて物を作るって言うんですね。もう人生50年の時代にね、40まで本読めって言うんです。で40まで本読んでたらあと10年で作ったらいいんですかって、ふーんって書いてあるんですけどね。だからその真面目に普通に受け取ったらそんなことも、そんな単純計算ですけど、それはなしに、その意味はどういうことかというのはお前さんたちを考えろと。でね、私らその時聞いてね、みんなね7、8人おりましたから、ポカーンってしてたらどう返事していいか分からないんですよね。そしたら先生ね、困ってる困ってるって顔してね、しばらくしてね、それができんかったらとことん作りなさいと。それならできるなぁとか言って、ほーっとしたんですけど、まあそれの難しさもありますね。とことんってどこまでがとことんやるやろですよ、これは。でそういうのがね、私は試行会の時に言われてね、それが元にあります。それから武者小路さんのこの道ですね、この道しか進む道はないと、あれこの道を行くというその教えもその時一緒に入ってきてですね。で私らにはそれがその毎週のバックボーンにあるわけです、それで今度は作品をこう次々と、作っていったんですけど、この作品はね、もう一つ向こうの友なんですけどね、これですね。これはね、その隣の小川さんの友でやりましたね。一番釜の端で、融通の木豚でないと、その頃の沼り釜というのは縦焼きですから、縦焼きが基本ですから、その隣との関係とかが難しいんですが、でこれは、土物ですからね、土物の場合は前後ろ一立てで一つになりますけど、時期の場合は前と後ろとが変わりますんで、時期の場合は2番だけが時期屋の詰める場所でね、で前の日前のところは外資屋さんとかがずっと詰めますので、だから釜詰めの日が決まってますとね、その時間までにはきちんと2番側の業者は約束通りに詰めないかんです。そうせんともうリズムがね、狂ってるんでね。だから4人1組で釜滝さんがこれを東山一帯、蛇形にかかる時もあるけど、この辺をこう回ってありますから、一見がこうリズムを崩すと全部影響するということでね。だからその頃のこの辺はいわゆるその数が多いその一立て焼きみたいな、いわゆる零細企業の陶器屋さんが随分多かったですからね。だから一立て焼きの人がおるともう時間がものすごくかかったりしてね、大変ですけど、登りの待てはなかなか難しい。共同体がね、守られていくという裏にはいろんな癖がありましたが、でこれは皆さんお互いに、助け合いで多かったり少なかったりするところをね、今日は
今月は注文が少ないから人と出ていいと言われたら、そしたらいつも二つで焼いてる場合は人と出あるわけですね。だからその人と出て誰が埋めるかっていうことまで生まれてくるんですよ。でうまいことを注文のある人同士が掛け合ってできたらいいんですけど、焼き屋さんのいわゆるオーナーさんはその辺で随分と苦労してありますわ。はい、で五条ではまあそんなことがあって、私は28年に五条坂のね、浅見さんというところの離れの小屋を借りて仕事場を移したものですからね、それから後はここは出向出して帰ることがあんまりなかったんですが、ただもうほんまに忘れられんのは雨降りなんですわ。作品はそれでいいんですわ。ところがその前の晩に夜中に雨が降って、その頃ね、釜屋の天井なんてみんなにボロボロなんですよ。戦後の間ずっとね、でどこともなしにもう目でまだ雨だれでね、綺麗なところなんて探すのがなかなか難しいところがどうしたの。また前の日に鞘を用意されたんでね、自分の焼くものを入れる鞘を持って行って掃除して、それで次の日の朝から釜詰めをするという段階で前の日に掃除して積んでおくわけですね。それで行ったら夕べの雨で全部濡れてるってことなんですよ。そんな全然使えませんねから、そうすると同じ量を同じ形のやつをでかいんだからです。特に自分の家にそれをスペアがあればいいんですけど、なかったらどなたかのところへ行って借りてこないかんですね。うん、あれはいいですけど、だからそこの家でじゃあ10個しかなかったら、なんかこっちの家でまあ20個借りるなんとか、それぐらいのややこしいことも、ね、起こるんですよ。ああ何回もありますそれはね。夜中に雨降るのは分かりませんもん。もうでそれ完全な屋根やったらよしね、心配してんでもいいけど、もうどこに穴開いてるか分かりませんね。もう抹茶色のねボロボロの畳屋根ばっかりですから。ああまあそれが長いこと続きましたね。だから釜屋さんはその屋根をきれいにするほどまでに、なかなかその利益が上がらないんじゃなかったです。陶器屋さんっていうのはね、一番早く景気が悪いのが苦しい。で景気のいいのはすぐに去っていく、一番後からですし、そんな感じです焼き屋の仕事っていうのはね、うん、だから今はその家の中で、のんびりとこうスイッチ下げをしちゃったらええっていうのはほんまに天国なんですよ。だから私らはその頃はもう土も全部自分でこう合わしてね、で自分用の作品の土を自分用に作らないかんから、4種類も5種類も土をね、夜中の12時に指の血のつくとこでも板を出して、そこで土を合わせてね、裸足で踏んで合わすんですよ。1時間ぐらいかかると、まあ、揉める、合うんです、土がね、混ざるんですけど、もう土、足がね、もう全然神経なくなってね、土だけで真っ赤になってるんですけど、それをね、一番最初の日ね、知らずにね、お湯かけて洗ったんですよ、お湯を。飛び上がってね、もう足ちぎれてましまったもんね。もう真っ赤けの、冷えた足にね、お湯なんかかけるもんやないんですね。うん、でその水道の水でたわしでこうなんかだいぶ洗うような形で土を落として、それからお湯をかけるという順序がね、分からへんんですよ。やってから分からんね、もう飛び上がっていたいですからね。そんなふうな思いをして土を作ってたんです。その昭和25年6年頃ね、ぐらいまではね、それはまあ他の人は知りませんけど、ね、まあ、私の場合はそんなふうにして土を作ってねやってました。それからまだあそこのね、長軍塚の下の方にね、土が取り逃げた時代があったんですよ。うん、そうすると岩が土になったぐらいのやつを、ね、取ってくるとね、それをね、いろいろなやり方するとね、その中に含まれている、ね、金属が、ね、発色してね、ものすごい、もうそっちはちょっと外でね、調合できないような色が出ます。で、ああいうことをね、まあ、田舎へ行けばね、できるかなとは思いますけどね。そういうこともいろいろ、まあ、試行会の時は実験もねして、ね、いろいろ思えない感じで勉強しました。それで次は何に行きましょうか。試行会がね、そうそう、第8回展の時にね、東京でやったんですけど、そしたらね、宇野さんの知り合いの方でね、
まあ、公設のね、繊維の関係の仕事をする人に行ったんですよ。そしてね、いろいろ話があってね、林さん、あんたの作品な、面白いと思うけどな、あの、都合の歴史を考えてみるって言うわけね。都合の歴史は何年ある？あんたの作品はな、何も面白そうでもな、そんなものは太刀打ちできへんねんから、今のうちにやめてしまいって。もうその方がいいでしょ、ね、つぼつぼには勝てへんやからね。へえ、せやけどな、いやいや、これなんか泣くはずやと思うなと思ってね。あ、私はもう、へへそ守りやから、もう、あ、そうか、はいはいって聞いてね、どんどんやめますかいなと思って、ずっと続けてきたんですけどね。うん、で、あれであの時ね、宇野さんがね、まだね、日本工芸会の方へね、熊谷されるんですよね。今までね、全員やってたのに、なんで急にね、第一、ああいうその日本工芸会の参加にね、してね、おい、ついてこいって言うから、ね、なんでそんな日本工芸会なんてんだついていくわけがないでしょ、って。で、私はもう辞めてから、もうなら、自己会辞めますわ、って、そこで辞めたんですわ。まあ、9年で辞めたんです。で、あとはどうなったか知りませんけども、結局、小野さんは日本工芸会の、まあ、理事かなんかにならはったんですよね。で、私がついていけへんかったから、ちょっと五感無理やったんですけどね、しょうがないです、それはね、うん。それで、私はまあ5年ほど一人でやっていったんですけど、その間に交通事故には、12市長開業になるまでね、まあ、吸ったもんでは6年で、それでも3回ほど個展を東京でやったりして、そしたらね、5年目にね、交通事故でまだね、松葉杖よりちょっと引っ掛けてるときにね、そこの上のね、お寺のある四皿のところでね、八重さんに見える、ちょっと見える。その四皿のところで、ね、八重さんにばったり会ったらね、八重さんがね、おい、林君な、もう一緒にやらへんかって言うんですね。でね、一緒にやらへんかって、入らへんかって言うわけだから、そうやなと思って、その時に、その頃ね、前衛はね、ものすごく圧迫もされてて、圧力かかってね。で、寺尾浩二というね、その私の先に総理さんに来た人がね、林さんな、もうな、一人なんだかんで、ね、一緒にやらなあかん、まだなあかんって言ってね、うん、それをね、私もよう分かったの。で、分かってたから、誰もそう言いに行きたかったんじゃなくてね、うん、それから言って、私はもうすぐに、その、八木さんの一緒にやろうという話を、その八木さんの一緒にやろうという、八木さんの言葉の裏にも、なんかそれはあったに違いないんです、圧力がね。それで、まあ、言われたんやと思うんですけど、それで、まあ、次の年に正月にね、正月の8日が総理者の新年会やから、新年会に行って、まあ、グループに入ったということなんです。そしたら、あと2年ほどしてからね、若い人が次々と入ってきたんですね。そして、その総理者が、なんか、ああ、中盤に30人ぐらいになってね、そんな、今度は30人ぐらいになると、今度は運営が難しくなってね、まあ、問題がいろいろ出てきたということなんですね。まあ、私は総電車15年ほどおったんですけど、15年目ぐらいはね、もうね、展覧会に出してもね、何にも返ってこないんですね、個人的にはね。で、その、どこかには、まあ、問題がこう当たってるんでしょうけど、で、あ、もう意味ないなと思ってね、それで私、八木さんの言う山の向こうの別荘みたいな家にね、行ってね、八木さんな、もう展覧会一緒にさせてもらっても、私自身に何も跳ね返ってくれへんから、今日でやめさせてもらいますと、ありがとうございました。お母ちゃんにね、あんたな、その話をな、来年の正月のな、新年会に来て話してくれへんの、八木さんが。何も取れませんよ、ね、今私はこういうやつ、やめてるんだ、やめた人間がそんなことを話ししにって言ったら、ぶっ倒られますもんね。それでもう、その年でやめたんですけど。それでもちょっとここに来たんですけども、その間に、まあ、72年のね、1972年にコミッショナー制度というのがね、廃止になって、それでそのファインツアーに誰でも出品できますよということで出品したんです。うん、それがね、通帳をもらった日からね、梅小路のね、あそこの貨物の、ね、事務所までね、持っていくのにね、45日しかもなかったんですよ。で、45日で5点作らんだるんで、どうしようかと思ったけど、山科に移ってね、もう釜が、もう自分の釜があるんですよね。
だからもう秘書さんに迷惑かけたりなんかすることないんだから、あとはもう寝るか寝るかはこっちのかどっちで一生懸命なんて作りゃいいところで、まあ作って持っていったということなんです。その頃私は山下に移って、ね、毎月30万の借金を払うんだんでね、お金の入っていくわけが全然ないんですよね。自分らしい仕事商売のようなことしてなかったから、作品はつまるのね、こんな作品入れませんしね、日本ではね。それで困ってたんですけども、そしたらグランプリがついてね、余計にね、お金のない時にね、いろんな人がね、そういう時は行くもんや行くもんや言ってね、で仕掛けられるんですよ。で私もね、それはね、やっぱり行ってみたいしね、日本人で初めてグランプリやろうって言われてたら行ってみたいなと思ってたんですけども、しょうがなくてね、やっとこさとね、まあ思いを決めてね、またね、たくさんの、ね、借金をして、まあ何、まあ行ったことは行ったんです。そうしたらね、駅からね、駅の前のね、一番安いホテルへ泊まってたんですけど、それから会場までね、あれね、200メートルちょっとあるかな、300メートル足らずのところをね、綺麗な林の多い小さな可愛い公園の中抜けていったんです。そしたら向こうに建物のね、前にね、結構この国旗掲揚台がつながってね、三本花、旗がこうあって、で真ん中で日の丸がこうなってるんです。あれは俺の旗やなんて呼んでね、もうあんなだいれいの灰の気分でね、会場に入っていたんですよ。もう一人はね、事務局長さんの女性がね、パーッと私見つけてやってきてね、あんたはいつから届け作ってますかっていうことをさっき言うんですよ。私はね、覚えたてのね、ボンジョルノでね、言うのもあんたはいつから届け作ってるか、そればっかしで熱心に聞くんですよ。なんでそんなこと聞くのかなってね。そしたらね、私の情報を一切ね、日本から言ってないんです。うん、大学卒業のね、して2、3年のね、まだね、展覧会歴もない人からね、年寄りまでね、ずらーっとあるんですって。うん、でね、その人ね、こっちからこっち、こっちからこっちね、もう前後ろに何回見たか知れんって言うんです。何回見てもあんたの情報だけがないって言うんです。それで、ものすごく向こうはね、不審に感じてたんですよね。うん、私は、ね、日本にいないことだって人権侵害も言うとこじゃないですか、ひっそり話を。で、ね、ものすごい、ね、あの頃ね、ハインツもね、祇園祭の頃は暑いんですわ、うん、でまあ、ちゃんとね、一応その上着、制服、スーツ着てね、ネクタイつけていかんなんか言って、もう汗びっしょりでね、その上にね、まだ冷や汗がまだびっしょりかいたんですよ。あらね、恐ろしかったんですわ。私は日本に存在してないことにされているっていうのね。おう、それを役所してるわけですよね、美術館は。どこやんすよね、分からなくてはないけど、分かりませんやん。証拠がないからね、分かるよ。向こうの人もそう言ってるだけで。そういうことも事実なんですよね。うん、それからその次の次の年に、日本陶芸展が西ヨーロッパ巡回展やってるんですよね。うん、そしたらね、私の作品ないんですよ。ね、そしたらね、ヨーロッパの人がね、日本に来てね、IAC の会長、事務局長が、ね、日本はね、ヨーロッパが認めた人をなぜ認めんかわりってね、抗議に来たんですよ。で、抗議されたりって怒られたりって言って、その日本事務所から私のときに電話が来るんですよ。ほな、私、知りませんよ。ね、どこで何されてるかっていうのは、私はただの潰れてるんですから、もう潰って出したいとこあったら出すという話ですからね。ほんとは、怒られた。私は何もしてませんよ。どんな、私はどんな悪いことしたのね、さっぱり分からへんですよ。日本人から日本にいて、それで美術館に顔を合わせてこんにちはって言うてるのに、私は削ってるんですね。そういうことを平気で、なこんなんこんなんですよ。そんな時代がずっとあったんだ。だから私その頃ね、河原町歩いててね、イトランジどこの国歩いてるのか分からへん、うん、なんだもうビルがずらっと並んでますよ。何のところかでビルを並んでるとこたくさんありますよ。でここは日本か、え、ドイツかフランスか、まあ、そんなん分からへんですよね。ビルだけ見てたら、ここへ来られて、私京都に住んでて、どこに住んでるのか、私日本人かな、なんてね、俺気が狂いそうになった時ありました、うん、それでもね、プロとはしまいですからね。だから私はまたつぶらんのころまでつぶってたの。そしたらその時の10、それから12年のうちにね、ファインツァーのね、
第2回ね、マエストロ展の企画したんです。で、それで続きますね。で、そのマエストロ展、5点出品してくれる。で、まあ、5点出品したんです。そしたらね、また連絡がありましてね、空席ができたからね、2点追加してくれるんです。で、その空席って何やって言ったらね、あのおばさん、なんていうのおばさんかな、ルシーの、リューシーリー。あ、ね、私とね、イタリア人はね、ポンピオ・ピアネッツォール、それからね、ベルギーのね、カルメン・ドゥアニスとね、それから、オーストラリアのね、ウォントなんとかいう人、それからルーシーリーと私、5人です。で、ルーシーリーはね、断ったって言うんですよね。その断った理由はね、私みたいな若い人が出品してるところには出したくないって言うんですよ。もう、ルーシーリーが。で、イタリアの人ね、怒ってましたわ。私みたいな、なんだ、若いやつが、ね、その出品してる展覧会に、私も出品しへんって言って、棄権したんですよ。私その時からね、このおばちゃんがこんな程度かと思って、こんな程度ということにしましたよ。あ、ほんとに、年違いますよ。仕事ですよ。ね、そしたらね、ルーシーリーだけがね、ショコンってやつはこんなもんはずですわ。作品がシャシャロッとしたらね。他の人はみんなでドローンって出てるわけです。断る理由なんか書かれたんちゃうか思ってね、恥ずかしいから。自分の商品、作品が小さいんで、でそんな風に考えた方がいいのかなと、あの人のためには思われたんですけどね。そんなことがあったんですよ。でだから私のルーシーリー感というのはちょっと違うんで、他の人とは違うんですね。でそんなことがありました。それからその展覧会のおかげで、チューリーヒェとかドイツで個展する機会がねありましてね、それからね、今日はね、もう一つね、申し上げておきたいのは、私の黒いシリーズの作品がありますわ。このね、このシリーズの作品のね、最終項目、回収段階に近い頃にね、実はね、私の父が死んだんでね、だからそこの病院です、この真ん前のね、その頃、ラプト病院っていうのラット病院でね、そこで親父もおふくろも一つ隣の部屋で入院しておりました。その時に私は父がこう死いきなり息がこう止まっていく時にこう脈拍を見ててね、ああ死んだら魂がどこ行くんかなと思ってたんです。それで天井を抜けるのかドアか窓か壁からかなと思ってたらね、まあ、死んだら息が止まってね、それで次の日一つ隣の部屋へね、姉が世話しに行ったんでね、8時半か9時ごろに。そしたらね、夕べね、ここへお父さんが来たって言うんですよ、母が。と思ってね、そんな時間は一致するんですよ、大体。はあ、やっぱりこういうこともあるんかと思ってね。で、私はそれをね、テーマに作品をね、作ってやろうと思って、6、7点作りました。で、そのうちの1点が今、ニューヨークのブルックリンから、あれ、なんていうか、一番大きな美術館に行っておりますけどね、そういうね、そのね、それからこのね、写真を見たフランスのオペラの指揮者が、私の作品をオペラの舞台美術に使いたいって言って、それもね、誰からも紹介なんてないんですよ。ただ、行きずりに、あそこの東山の、画廊で友達の展覧会に行った時に立ってた人なんです。そこでパタッとおただけの話なんです。でその時は何もなんか私がそのフランス語ができるわけでもないから何も話しませんし、朝よかぐらいで別れたんですよね。この人はフランス の, オペラの指揮者で、あそうですかって言って、でそのオペラは私も何も見たことはあるけど、そんな話に入っていくほど合格はないから、そんなことは全然施設に廃材なので済んだらね、東京の個展にその人が来たんですよ。もう何も言うてないのに来たんですけどね。そしたらね、ずーっとね、会場をね、横目で見るんですわ。一対一でね、正面向かって作品がこう一対一こう見ないんです。で、こんなにね、ずーっと行くんです。なんか失礼ね、じゃなくてね。そしたらね、この今の本のとこでピタッと止まっとったんです。
止まっとったことは止まっとったんですけど、それからまた後の残りの作品をね、横目でじゃーって言っただけでね、でこれから帰ってパリに帰って手紙出しますって言うんですけど、手紙もはがきも来ない。そしたら今度その私が東京ってなんかを京都で持って帰ってやってたら、ふーっと入ってくるんですよ。もう何にも連絡してないしね、県来ないんですから、連絡しようぐらい。そしたらね、同じような見方でね、家行きたいって言うね、家行きたんです。そしたらね、うちの旦那さんがね、おのおの話ばかりするんです。こう何しに来たのかなんてね、初めはね、まあまあと思って聞いてたんですよ。そしたらね、なんかね、40分も経ってね、と思い出したら僕はびっくりしてね、ドーンとして床へ降りてね、正座してね、きちっと正座してね、両手合わせてね、それでそのポジをね、6点貸してくれてる。で、ね、ポジ、そんなあんた作品のポジ6点になって、借りてどうするのって言うの。じゃあ、舞台技術に使うんです。どうして使うのって言うの。コンピューターに映して、映したやつをどうにして、で、そのスクリーンの幕に投影するんです。でその投影するマークが20、30になっとってね、本当にいやいやうまいこと考えよったなと思ってね、お金かからんってね、私は本当に、ね、一気に感じて、おっ、私が稼ぎますわってね、そしたら私 の, その作品集からずらっと7点好きなのよってね、これとこれとっちゅうから、ね、それをコピーして、そして渡しとったんです。そしたら一つ今日してね、2人分のね、日光の航空券が来たんです。で、やれ、聞いてるなと思ってね、私はお金の話一切してないんだから、向こうが勝手に考えたいなと思って、そしてフランス行ったらね、ラナポールというね、ところにね、お城がある、小さいお城。で、そこへね、泊まってくれて、そこで泊まるときはね、1週間でもどこかでもね、その辺でイベントをする人がね、無料で泊まれるんですよ。そんなことね、日本では分かりませんやん。これではその宿舎が全部手配してくれてね、至るところで、で自分の親戚の別荘に泊まれとかね、なんか言うて、まあ、私にお金かからんようには、しつこつくれとったんです。そして、そこの、ラナプール の, その事務所で話を聞きますとね、あの辺でね、つまりね、フランスのね、全土をね、4分の1にこう割ってね、右下のね、東南地方、東南地方のあたりでね、条例があってね、でそのオペラの場合はね、小学生が同居、同席しないから劇に参加して、だから舞台にね、小学生が乗っ取るんですよ、100人中。そして何かの時にね、わーとか言ったりね、で子供が、その小学生が、子供の小学生の時代からのオペラにその順応させて、教育していくんですよ。それはその指揮者の責任でされたんです。そして私はこれね、こんなオペラでね、切符が出るの売れたかしらって聞いたらね、ウィンクしに来ようなんですよ。なんでか思ったらね、その子供の親、親戚がみんな切符があるんですよ。だから満席なんですよ。だから、ニースもカンヌもね、満席でね、で1日ずつで4回やったんですけどね、でその4回目が一番良かったかな。そして、3回目、4回目ね、私、カンヌのね、貴賓席にね、かみさんと座らせてもらってね、そして、4回目はね、10分前でね、赤い絨毯のところを通ってね、後ろへ回ってね、それで、その舞台の横でね、コンピューターやってる医者の技術者の仕事見てたらね、パッ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 なことね、これはやっとるんですわ、それで終わってね、そしたら表彰者に、ね、私もね、舞台でね、腹とばもらったんですよ、日本の新聞もらしくかりませんけどね、そういうことがあったんです。だから私の作品にそういう情的な部分と、それからもう一つはね、数学者が増えてくれたんですよ。これね、1998年かな、ベルリンでね、全世界で何回目か知らんけど、数学学会、国際数学学会っていうのがあってね、でそれをそのベルリンで私がディレクターで開催することになって、でそれに合わせて、焼き物、
ソロラップとセラミックステンっていうのをね、企画してますと。で、あなたの作品はこの展覧会の趣旨にフィットすると思うから参加してほしいっていうのをね、来たんですよ。ね、そんなドイツの数学者とね、何も知り合いもないし、どこでそんなのも聞いたかみたいかと思ったら、だからドイツで個展した時の後の情報館なんかで知ったらしいんですけどね。うん、まあそんなんで、まあ、一応送ったら、そしてね、2回目の、ベルリンの郊外の展覧会場の時に、まあなんとか間に合って行ったんですよ。そしてその学者さんにね、聞いたんでね、そしたらね、我々その数学者は数値で遠近感をきちっと証明しますけど、できるんですと。ですけど、それ実物の焼き物でね、ここまでね、その遠近感を出したのを見たことがないってね、で2日、3晩から3日、2晩から、ね、眠れんかったんですよ、興奮しましたって言うからね、うわ、やったって言って、売れるよりか嬉しかったね。それぐらいの感激をした。思いがあります。だからあの結局数的要素と情報者が、まあ、両方からね、まあ、季節して誰の紹介でもないですよね。自分の作品があっちこっちでそういう人らと面会した時に何か発言したのかなと思うんですよ、うん、だからそれを今ね、今の時代にそんなねおとぎ話みたいなことがあるのかという人がいっぱいおるんですよね。でも現実に言えばなんですよね。うん、で私はフランスは1ヶ月はほとんど無線旅行みたいでね、それでそこのホテルでね、その宿舎でね、イベントがあるんですよ。そういう失言があったら、お城の雰囲気 で結婚式とかね、新商品の紹介とかね、そうするとね、どこかね、ニュースかどこか知らんけどね、でっかいね、ステンレスのピカピカのね、バスが来るんですよ。その中ね、クッキングしてるんですよ。で、料理がね、そこから出てくるんですよ。そしてその、結婚式が広めになった時、ずっと出てきたね、残りがいっぱいね、このね、宿舎にいるところに回ってくるんですよ。で、毎晩ごちそうなんですよ。毎晩ワイン付きのごちそうと。すごいことがあるなと思って、ね、だから、うちの神さんね、そこの人がね、奥さんがここへ来てな、絵描いてや展覧会したらよろしい、その間ずっとここに泊まれますよ。そういう制度がフランスの東南地方にはあるんですが、うん、これは本当は日本とえらい違いですね。そしてね、そのこのオペラでね、出てきたね、ソプラノのね、4人の人がね、みんな日本人なんですよ。日本人でね、若い人がね、中東でおらんようになると。あの人どこ行ったんやと思ったらね、フランスにはね、あっちこっちの町でね、コンクールがあるって言って、この声楽の。それに行ってるんですよ。それに行ってね、なんか入賞したか、そう思うてたって。20万もらってきたとかね。うん、だから私はもう日本なんか捨てましたよ。日本に帰ったって仕事ないし。フランスにいたらどっかにこうそういうのがあるからずっとって商品稼ぎができたりしてるし、仕事があるっていうか、ほーっと思ってね、すごいバイタリティーの思いがあって、若い人ですよ、うん、学校で出回しみたいな感じの人ですけどね、そんなことがありました。それでは今ね、私思うのはこの東山海外ね、たくさんの観光や外国の人が来てますが、どんな人で、どんな国の人が何を求めてきてるかわからない、そういうことがはっきりしてるわけですよ、うん、だからそういう人が何を求めてるかわからないけども、そういう人がいることが確かなんで、やっぱり作品はね、しっかりね、一生懸命作ってね、やっぱり自分の信ずることはもっともっと物価の優れたことを作って、やっぱり続けていかなきゃダメです、うん、だから今の若い人はそのややこしいことはあんまり、お金のこともまあ必要ですけども、自分のやりたいことは何かっていうことが決まってたら、一生懸命それに、力を込めてね、命を預けるぐらいやらんとあかんと思いますよ。そしたらね、こういうことが起こるんですよ。そんなもんだ、私誰も知らませんやん。で、誰も紹介してくれ、紹介したって顔を押すだけで、この人は怖いからって、あなた絶対この人にあれしなさいって、数千とか書いてる、そんなことしてるわけじゃないんだよね。
そしたらその人が私の作品を見て自分の仕事の関係で、あ、これにしよう、これにしようって決めてるわけだから、決めたのは向こうの人でね、もう紹介しちゃったではないわけで、だからそういうことで、まあ、私はまた続きをずっと延々と今やってるところですけど、おおむね帝国の4時になりましたので、ちょっと質疑応答の時間を設けたいと思います。何かこれまでのお話でご質問等いらっしゃる方がおられれば。ご質問等ございませんでしょうか。先ほど言ってた赤い釉薬の作品ですけれども、あれは日本の釉薬ですか。あれは国産のセレニウムアカです。え、セレニウムアカ。あ、低温で。あ、で、あれはね、食品には使ったりかんです。口につながるときはダメなの。装飾品はいいです。どうもありがとう。先生のお話の中で、先生の 目に関する質問なんですけども、うちの父も先生よりも少し年上なんですけどね、航空隊に入りたかったんですけど視力が弱くて入れなかったって言ってるんですね。航空隊に入りたかったけれども目が良くないよね。だから航空隊の先生いらっしゃったので、すごく目がいいなと思うのと、それと夜間飛行の時に錯覚をこうなんか見たっていうことじゃ、なんか先生特別な目をされていらっしゃる。視力は大事ですね。だから視力はあれね、確かに 1.0 はなかったら基本的にはダメです。もう目は、視力ってものすごく大事ですから。それでね、面白いのはね、旅館連の試験でね、学科試験が終わって第二次試験がね、身体検査の身体検査はね、舞鶴の向こうの方にね、プンダというね、プンダという航空隊で、ね、書いてある。そこへ行ってやらされたんですけどね、それで目、椅子に座ってくれくれってポンとかね、そういう今なんかジャックとかでやってある訓練生のああいう、あんな立派なことないです。もうそこ極まれないもんでね、ガチャンと。そういうものがね、8つ5つね、試験があって、ひどいですよね。ここからあれですよ、まあ、ここでやったらね、あっちの壁までね、行くと思うんですよ。もうこうボンと掘り出されて、そこはもう違うんですね。まあどんだけ痛かったかと思うんですけど、それでまで向こうでね、ガーッとやってはるんですよ。そういう人はやっぱり兵隊さんには無理ですよ。それでね、一番最後がね、敷物の検査みたいにね、ずーっとこう流れてくるやつあるでしょうね、色がついてて。で、それを見た最後、後にね、次の部屋にね、人相日が、人相日。真っ黒でね、こっちから見たらもう目なんか全然見えない黒。人相は分からない。それからその着物は真っ黒でね、で、長髪で。だから昔の荒井白石みたいな感じでね、そういう像の人がおるんです。でその前に大きな紙にね、顔のね、正面と側面が印刷してあって、それに、ね、なんかこう印入れていくんです。かわいい、はい、横向けって感じで、それがね、8割以上ね、間違いないんですよ。でそれで海軍に入って、で今度は海軍に入ったら今度は操縦と偵察に分かれるんですね。搭乗員は操縦員ばかりじゃなくて2種類に分かれますから。偵察員と操縦員はどっちかというと、大体偵察員は第一商業とか商業系の人が頭がそういう計算が上手とか、そういう人が多いです。でも感覚的にパッパッと対応できるのが操縦員が多いです。そういうのを決めるのもその人に、一定の基準の体力の機能は調べるけども、
最終的にこの人はこっちに向いてるかこっちに向いてるかを決めるのはそこなんですよ、ね、でかなりやってましたけど、一番最後に一人だけちょっと間違ったように思ってね、 あの人ははっきりに間違われたなっていうのはねありましたけど、山にぶつかって死んだんですよ、ね、そういうのをその能力にかけてたからっていうね、だから第一商業とか第二商業から京都からたくさん行ってますから、まあ、みんな分かりますからね、まあ、大体あれですが偵察の人だ、偵察の人の方が飛行機に乗ったら見えないですからね、一機の上も3人乗ってる真ん中に乗ってそれぞれ全部計算して天文候補、推測候補的に全部数字で計算して、はい、操縦員こっち行けあっち行けっていうのは真ん中の人です。だから操縦員が喜びさんで操縦してるだけなんです。そうなんです、ね、お話ありがとうございました。あ、いえいえ。それではお時間にも達しましたので、これで、林家総統展記念講演会を終了させていただきたいと思います。今一度林家総先生にお伺いしたいと思います。またこの後林先生会場の方にも戻られますので、またお話したいです。また質問等ございましたら個別にお伺いしていただいても結構ですし、また個々の作品の前で作品についてお話しいただいても結構です。またいい時間を